LTFS フォーマットの概念図リニアテープファイルシステムはリニアテープオープンウルトリウム5以降でサポートされたテープフォーマットファイルシステムであるテープ上に2つのパーティションを作成しファイルとメタデータを分けて記録するテープをディスク媒体もしくはリムーバブルメディアと同様に扱えるようになる自己技術的なテープフォーマット LTFS を利用しない場合 データは名前のないデータブロックとしてテープに記録される。LTFS を利用した場合、XML 形式のメタデータにより、ディレクトリ構造を有しているようにユーザー、アプリケーション側から見える。テープをディスク媒体もしくはリムーバブルメディアと同様に扱えるようになる。等の利点がある。しかしながら、テープのシーケンシャルな記録再生特性自体は変わらない。 ファイルの上書きや削除はディスク媒体と異なったな振る舞いを示す。一般的にテープでは直前に記録したデータブロックの終点から追記を始める。二つのデータブロックに挟まれた特定の領域のみを更新することは困難である。これは LTFS を利用しても変わらない。このため LTFS ではファイルを削除しても削除分の容量を取り戻すことはできない。 上書きも同様にデータブロックの更新が起こるのではなく新たなファイル追記のように振る舞うテープ全体をリフォーマットして初めてデータが消去され容量が取り戻る蒸気の欠点があるにもかかわらず HDD より優れたユースケースもあるルトのストリーミング時のデータ転送速度は HDD よりも高速である 2008から2009年の間に IBM が初めてプロトタイプを作成した。これは Nav Show 2009でデモンストレーションされた。デモでのフィードバックに基づき IBM は製品化に向けてオーバーホールした。LTFS の開発チームはルートベンダーと協業し一般公開に向けてサポート構築を行った。IBM HP クアンタムを呼びるとコンソーシアムでサポートされた実装とスペックが2010年4月12日にリリースされた。現在、スニアのリニアテープファイルシステムテクニカルワークグループがアーキテクチャの策定を担っている。2016年6月、IS o 標準として認定される。過去のバージョンに準拠しているメディアは正しく再生できること、と、 テープロードと同時にインデックスパーティションを読み込んでホストサーバーのメモリ空間に展開する高速なインデックスサーチが可能である。高述のライブラリーエディションを利用する場合また数百キロバイト程度の小さいファイルを大量に書き込む場合等では特に想定される最大ファイル数及びディレクトリ数に応じてホストサーバーのメモリ量を注意深く設計する必要がある。 テープライブラリーのロボット制御機能を含まないバージョン。各社ウェブサイトから無料でダウンロード可能。テープライブラリーを利用したい場合は、商用のライブラリーエディションを利用するか、Linux からテープライブラリーを制御できる。MTX コマンドなどでアプリケーションを独自に作成する必要がある。IBM 救命、IBM リニアテープファイルシステム。 シングルドライブエディション以下の OS がサポートされる。ハップサポートされる OS は以下の通り。クアンタムサポートされる OS は以下の通り。オラクルミッドレンジドライブのみならず、同社のストリージテック。T10C 及び D ドライブでの動作もサポート。テープドライブへのロード、アンロード等、テープライブラリへのロボットの制御機能も含まれている。 ライブラリー内の LTFS フォーマットされたテープカートリッジはそれぞれ分離したフォルダーに見える。ユーザーはライブラリーの制御を意識せずデータにアクセスできる。商用ソフトウェア IBM9 名 IBM リニアテープファイルシステムライブラリーエディションサポートされる OS は下記の通りオラクルストリジテック SL8500SL3000SL150 の テープライブラリーシステムをサポート。各社から LTFS を活用したアーカイブ用のアプライアンスやソフトウェアが提供されている。HDD、サーバ、ドライブを一筐体に収めたもの、大容量 HDD を搭載したサーバに、階層型ストレージ管理の機能も加えたものなど、バラエティに富む。ありがとうございます。